桜井さん、プライベートでもそのたくさんゲームされて時間が相当なさそうってイメージがあるんですけど、ゲーム以外で何かこう実はこういう趣味があるとか、なんか家に帰るとずっとゲームしてそうなイメージを持たれてる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、もしかしたらって僕はそう思ってます。やっぱり一番時間を費やすというか、休日の喜びはドライブですかね。あ、そうだ、それはあるはずだ。ドライブですよね。はい、なんかドライブに行くと温泉によるっていうようなのが楽しみの一つだったんですけど、まあコロナ禍になってからめっきりあのドライブに行くにしてもどこにも寄らずに帰るんですよね。確かに。もう好きなのはドライブ。いやこれもちょっと言える範囲言えない範囲あると思うんで、ちょっと編集でうまくやりますけど、車2台お持ちですよね。そうですね、簡単に言えば遊びカーと実用カーですよね。実用カーで、はい、あ、実用カーはもうすでに2年前の時点でスクエニのとあるあのプロデューサーがバラしてましたね。なんかそれ聞いたけど、はい、今は違いますよ。あ、違うんですか。はい、あのいわゆるトヨタの L ではなくて今は違うんですか。うん、言っちゃいますけど、はい、レクサスからメルセデスに変わってる。あ、ちょっと待って、車が被ったぞ。あら、ついに共通点が、あ、わけ見えないところとメルセデスという共通点が出てきます。一般のお客さんに向けてのお話なんですけれども、はいはい、レクサスとかメルセデスって言ってもその中はトヨタって言ってるようなもんで、ファミリーカーもあればスーパースポーツもあればフラッグシップセダンもあるんで、その中の何かっていうのが大事なんですけど、おっしゃる通りです。はい、はい、まあお顔似てますもんね、みんなレクサスも。そうですね、ベンツも。そのメルセデス選んだ理由は、その車種を選んだ理由は何だったんですか。それを言うには車種も言わなきゃいけないんですけど、S クラス、車種は言っちゃいけないんですか。新型 S クラスです。それは言っちゃっていいんですか。もうこの際だから、ね、そういいですよね、はい、すみません、ちなみに一緒なんです、僕 S クラスなんです、僕も。あ、そうなんですか、はい、新型の方です。違います。あ、惜しいですね、はい、新型ではないです。新型にする理由っていうのがいろいろあります。教えてください、それを絶対聞きたい、はい、これね、はい、やっぱりゲーム業界にいたらこれ見ておきたいっていうふうに思って買ったんですけど、例えばなんですけど、今までのメルセデスっていうのは、はい、例えばインパネの部分っていうのが平べったい、iPad のようなものがついていたんですね。はいはい、そうですね。私はそれがあんまり好きではなくて、はい、わかりますわかります。ゲージがあっていろいろとスキンとか変えられるんだけど、うん、やっぱりただの平面なんで、はい、情報量が普通のインパネメーターみたいなものに比べると随分低いと、うん、それが今回裸眼立体視を採用したんですね。あ、してますよね、はい、裸眼立体視で、はい、ドットが見えないようなぐらいの細かさで、はい、この奥行きがあるような感じになってる、はいはい、つまり、はい、インパネみたいなもの、いろんな情報、はい、ナビなんかも載せることできるんですけど、それも全て立体で見える、ね、はい、立体で見えるからですね、はい、そうやって、はい、平面の情報量を何らかの形で増すっていうことがどれぐらい、そういう操作系みたいなものに影響するのかっていうのをぜひ見てみたかったんですね、はい。そういう選び方があるんだ。俺びっくりだ、そんな選び方があるんだ。それだけではなくて、ええ、AR ナビゲーションみたいなやつとか、はいはいはい、ありますよね、こう映る、それがヘッドアップディスプレイについたんですね。はいはい、そうですよね。つまり、横断歩道がやってきてそこを曲がろうとすると、はいはい、その上に矢印があるように見える、見えますよね、投影して見えるであるとか、はい、なんかそういう最先端みたいなものを今回の S クラスってのは2段階ぐらいレベルを上げたっていうふうにも言われてるものなんですよ、ね。はいはい、まあ、常にメルセデスの S クラスはそういう位置にありますよね、次世代っていうやりますよね。で、それはやっぱり見てよかったなって思ってます今も。あ、本当ですか。本当によかった。その観点はなかった。もちろんそれだけではないですけどね、それだけでそんな買い物できないですけど、まあ乗り心地とかそういうのも含めてです、はい、桜井さん超楽しそうに話してるな、表情が違うもん、やっぱりなんか分かる分かる、俺好きなんだろうね。でもあれですよ、俺もこの話するの好きなんだけど、他の視聴者さんが全く分からない話をしてるっていうふうに思われると厳しいかも。あ、でもいいですよ、この番組結構そういうマニアックな話とこしかいかないんで、マニアックなとこ、こういう話他って
他のいろんなゲームに対する哲学の話ってやっぱりいろんなところでお聞きできるので、こんなめったないじゃないですか。そうですね、うん、だからそれはそう。あとですね、はい、あの車が好きなんじゃなくてドライブが好きなんですね。はい、そうですよね、おっしゃってましたねそれ昔、うん、あの攻めないしいじらないし飛ばさないっていう、うんうん、まああのその中で S クラスは随分楽しくてよかったです。楽しいですか。楽しいです、楽しいです。どういう意味で楽しい。やっぱりフィーリングでしょうね。あ、操舵性とかが、随分素直ですし。なるほど、素直ですよね、確かに、うん、あの特に今回の S クラス後輪の、打角っていうのがすごく大きくなったんですよね。あ、動くようになったんですね。ちょっとは今までのものも、レクサスも動くものはあったと思うんですけど、はい、だいぶ、だいぶですか、えー、あ、じゃあやっぱ未来感があるわけですね、結構。そうですね。なるほど。もう一つの遊びカーで乗ってるのが、はい、アルピーネ A1 テーマです、ね、はい。そっちはそっちで全く別格の楽しさっていうのがあるので。それ、しかも、あれ出たのって3年 ?2018 年ぐらい。3年じゃない。ああ、だから3年か、やっぱり。うん、まあ、そのぐらいでしょう。ですよね。それは、どういう理由で選ばれたんですか。試乗して選んだってことですよね。もう自分はフィーリングをとても大事にするので、はい、試乗は必ずするんですね、はいはい、なんかそろそろスーパースポーツみたいなものも試してみようということでいろんなものに乗ったんです、はい、まあ、あのランボルギーニ、アストンマーチンやその他、あ、ベトレーなんかも乗りましたし、ランボルギーニも乗ったんですね、はい、はいはいはい、でその中でこの辺ね、いっぱいありますもんね、お店で、はいはい、ポルシェがいいっていうふうに思ったんですね。あ、それは、だけれど、それは何故そう思ったんですか。やっぱりフィーリングです。あ、フィーリングですか。あの自分には大排気量高出力の車ってやっぱり似合わないって思いました。あんまりにもでかい出力みたいなものは、うん、またうるさいものはあの、うん、いらなくて、はい、ポルシェぐらいがちょうどいいと思ったんですね、はい、うん、それも911が良かったんですけど、それもまたモデルチェンジの最中というか、そろそろやってくるっていう頃だったので待ってたんですね、うん、なるほど。でその待っている最中に近くにルノーがあるから、あれもしかして噂のあれに乗れるのではって思って、はい、飛び込みでアルピーヌ A1 テを試乗させてもらったんですよ。あ、そうなんですね。ちょっとショック受けました、うん、それ。え、どういうショック。僕すみません、そのアルピーヌ乗ったことがないのでわからないんですけど、どういうショックだったんですか。なんか例えて言うならスニーカーのようなというか、うん、はい、まあ、あの同じ駆動系のあるもので言えばカートのようなというか、はい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 、ああ、なんかそう言われると分かる気がしますね、うん、なんか路面の振動をもろに伝えながらも、この軽快さ、あ、走ってる感がすごいですね。名前の通り重量が1110キロしかないんですよね、うん、はいはいはい、軽い、はい、それでいて、それなりのパワーがあるので、うん、キュッキュッと走る、もう究極の大人のおもちゃみたいな状態だったわけですね。まあ、あの思い通りになりやすいというか、手足がしっかり届いている感っていうのがすごかったです、ね、それを感じ取れるから。ただあの不便な車なんですよ、これがまた。え、どこら辺がですか。うん、ただのキーレス GO とかないですからね。あ、それさえもないんですか。え、それ3年前に出た車なのに。はい、もちろんアダプティブクルーズコントロールとかないですし。なるほど、じゃあエンジンもこう回すし。いや、回しはしないけど、カードをさすがになぜか助手席の方に刺すんです。あ、ちょっと待ってください。え、あ、おかしいでしょ。ですか。助手席の方に、はい、なんでなんですかね。一応カード式で、カード式なんだけど、あのタッチエントリーとかないんですよ。ないですか。ここでボタンを押してガチャって開けて、ちょっとその助手席の方にガチャっと置いてとか。ちょっと待ってよって。それは思想はなんか聞いたことあるんですよ。なぜそういう思想になってるかとか。よくわかんないけど、やっぱりあの、例えば ACC がないとか軽量化のためにいろいろ絞ったんじゃ。そうでしょうね。もちろん、結構か、軽量化でとかバランスを考えると、ユニットがそこに行かざるを得なかったとか、そういう理由なんですかね。まあ、うん、その代わり、あの、そういうタイプにしては比較的、お手頃というか、はいはい、そういうところもありますし。なるほど。無駄なところを捨てた結果としてそうなってるんじゃ。そうか。贅沢装備をなくして軽量化とコストも抑えてるんですかね。はい。まあでも、あの、その分利点もいろいろあるので、はいはいはい。まあでも本当に走りを楽しむ人のためってことですよね。はい。まあ残念なことに東京だと峠道とかは別にないし。ないですね。はい。
でもあのいろいろなところを下道をただ流してるだけでも結構幸せですね。ああ幸せを感じるんだ、すごいな。僕はあのメルセデスの S にしたのはあの試乗も何もなし、うん、あのそれもまた一つの選び方じゃないかなと思いますよ、うん、何にもだから僕乗っていきなり初めてこれどうやるんだっていう状態から始まったっていう。むしろメルセデス、日本のメルセデスのユーザーはそういう人も多いんじゃないかなって思いますけど。そうそう、だ僕もそう思うんですよね。信頼性は高いし、そういうところに惹かれてるのかなとか、なんか、はい、なんかあのあるじゃないですか、こう事故の前にキュッて閉めてくれるとか。ありますね、そういう機能とか。ああいうあの先進機能みたいなものをどんどん取り入れるのもメルセデスの特徴というか。そうなんです、あれ最初にやったの多分メジャーにしたのはメルセデス、ね、そうなんですよ。そう最初に入れたっていうのがすごく多いんですよね。あの、うん、たかだかサイドミラーのにウインカーつけたのもメルセデスが最初と か, なんかそういう細かいところでもそうなんですよ、はい、やっぱ選び方同じ車選んでてもこんだけ違ったら面白いですね。まあとにかくフィーリング。あお待たせしました。第2弾、次はネギ塩だれでございます。はい。サムライさんはまたお一つで用意。はい。ありがとうございます。ちょっとカービィに近い色のお皿。はい。たこ焼き、そのたこ焼きはそもそもカービィ。あのカービィ。あれカービィってたこ焼き食べたらどうなるんですか。さあ、ただ美味しいってだけじゃないですか。単なる満足か。うまいです。ああ、ありがとうございます。はい、よかった。いきましょう。はい、じゃあここで、ね、告白ですね、はい、初めて言う話、これなかなか桜井さんには難しいところじゃないかな、うん、あの私世間様に言いたい告白したいことなんて全くないですけどでも逆に言うと言ったことない話で何かこうこれはっていうのありますか。僕逆に結構いろんなことをさらけ出しすぎてあんまりないんですけど、あの告白っていうか何かありますか。告白じゃないんですけど、これは知ってる人は知ってるんですけど、あの私は酒が飲めないんですよ。あ、そうですよね、下校なんですよね、あの実はこれ毎回言ってるのに言うたびに視聴者が驚く、知らない人がいるんですよね。あの小野さん、はい、あの元カプコンの今ディライトワークス社長のあの小野さん、あの人もお酒飲めないんですよ。あー、なるほど、はい、結構そういう人多いですよね、はい、ただ桜井さんは言われて納得なんですね。なんか飲めない、うん、なるほどね。小野さんって僕今の妻と結婚するときに、結婚する前ですよ、前に小野さんと会わせたことがあるんですけど、はい、まあその時はたった本当5分ぐらいしか話してないんですよ。5分話した後に小野さんが去っていった後に、あの今小野さんね、あれああいう風に話してたけど、あれ酔っ払ってないからねって言ったらめちゃめちゃ驚いてて、なるほど、あれシラフなのっていうぐらい驚いてたんですけど、あの人は本当にシラフがちょっと酔っ払ってるような状態じゃないですか。なるほどなるほど。桜井さんはだからそういう意味で言うと、まあ飲めない、飲んでみたことあるんですか。例えば、うん、お菓子にちょっとだけ入っているアルコールとかでもダメなんですよ。あ、じゃあそのぐらいの量だと頭がグワングワン回るような感じになる。ウイスキーボンボンみたいなやつですね。そんなんだったらもう一撃アウトですけど。あ、じゃ あ, あのいわゆるスポンジケーキ的なものが入ってる、はい、見た感じただのケーキでちょっといただきますっつって、はい、頭が回ってきたらうアルコールが入ってたっていうことが分かる。ああ私の私あの3人兄弟 の, なんあの姉が2人いるんですけど、一番上の姉がそれです。で、はい、あの普通のお酒を一口飲んだとするともう体がガタ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 、はい、ああ分かります。うちの姉が周りでお酒が飲んでる人がいる呼吸で真っ赤になって真っ赤になって倒れる、あのアルコール消毒もダメ、まあつまり強いとか弱いではなくて受け付けないっていうぐらいなんですよね、はい。あ、でもそれは逆にいいかもしれないですね。よかないですよ。よくないんですか。やっぱりあのちょっと身に危険を感じる瞬間とかもあるのは、そっか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 。アレルギーってことでは決してないんですけど、やっぱり自分にとっては割と快適なもの。あ、じゃあ今逆に危ないですね、このコロナの時期、この
消毒液とかアルコールとかこう吸っちゃわないようにしないと。まあそりゃ大丈夫だとは思うんですけどね、分かんないかな。まあいずれにせよ結構極端に苦手なものの一つで、ただあの、飲み会ってダメってことはないんです。他の人が飲んでるのは大丈夫。あのお料理に入ってる料理酒みたいなものもちゃんと熱されて飛んでるんだったら、 ある程度飛んでる。あれも完全に飛ぶわけじゃないみたいですけどね、あのデザートみたいに火も通していないっていう中にちょっと入ってると、ずっと入ってるやつですね。なるほど。で桜井さん、みりんはどうなんですか。一応大丈夫みたいですけどね。もうみりんがダメだっていう人もいますよね。いやでもみりんは、みりん入れる量って大抵加熱されるので、煮込みって。それでほぼ飛んでるんだよね。だから多分大丈夫。確かにそうかもしれない。桜井さん、苦手なもんって何ですか。食べ物とかじゃなくて、何だろう。こういうのが苦手みたい。僕はたまたま食べ物なんですけど、僕パクチーが本当にもう、パクチーは自分も苦手ですね。苦手。共通点発見。もうパクチーダメなんですよ。もう全然。ちょっとね、パクチーがカレーとかに入ってたりするとちょっと気分が下がります、ね。パクチーブームになったじゃないですか、日本が。はい。地獄のような世界でしたね、この数年の。高いとこ大丈夫ですか。大丈夫ですね。僕高いとこ、なんか年取ってきたらダメになってきたんですよ。ああ、なるほど。昔平気だったんですけど。まあ、住んでるところもまあまあ高いですし。あ、そう、僕あの高層マンションがダメになったんですよ。あ、そうですか。はい、学生時代は高いマンションのところに登ろうが、東京タワーが登ろうが大丈夫だったんですけど、僕今、そう、これ結婚するときに気づいたんですけど、見に行くじゃないですか、いろんな住むところで。この辺ってすごい多いですよね、はい、こうタワーマンションみたいなところ、はいはい、そうですね。あのこんなとこ住めるわけがないと思って。それは震災前後で言うと。あ、震災後ですよね。後、はい、あの震災の時に高いところにいるとやっぱりちょっと。そういうのがあるんですかね。いや、あの自分が震災の時には、はい、15階のオフィスにいたんですけど、まあ外に見える景色が信じられないもので。そうです、ね、隣のビルがこんな感じで動いてるんですよね、はいはい、僕らも目の前の楽天ビルが、そうそうそう、これ上にいる人どうなってんのってぐらい、もちろん免震構造だからそうなってるのは間違いないんだけど、ね、はい、逆に逃がしてるんですよね、まあありえない光景だし、自分たちも船のようには動いてるし、はい、だからあのそういうのを味わってしまうと構想がそこから苦手になるって可能性はもちろん。そう、影響は受けてる可能性はあるな。なるほど。というわけで、じゃあ次のテーマ。そういえば、はい、その頃って未来犬いましたよね。いました。しばらく旧未来犬に一緒にいた時がありましたね。ありました、ありました。一緒にいました、はい。そういう話題もちょっと上げてみましょうか。いや、どうぞ。その時は、桜井さんが、あの時はですね、もちろんコロナとかではないので、誰もマスクしてない真夏に、桜井さんがマスクバッてして、歩いてらっしゃったんで、僕一回桜井さんに、何してるんですかみたいなこと言ったら、変装してますって言ったんですよ。いや、あの本当はそうじゃないですよ。いや、違ったんですか。ある程度はそうなんだけど、自分はハウスダストアレルギーなんですよ。だそう言ってくれれば、俺変装してるって言うんだけど、ね、バンガムこんな感じの人がバーッと歩いてる中で、一人だけなんか帽子もかぶってるおしゃれな人で、一人だけですよ、その時。一人だけマスクしてる人が歩いてるから、桜井さんじゃんってみんなで言ってて。分かっちゃう。むしろ分かっちゃう。変装なっとらんかった。で、当時ね、ビルが変わった形してて、あの品川審査員の時ピラミッドみたいな形してるんですけど、はいはい、そのピラミッドからその中を覗けるわけですよ。吹き抜けになってるんで、こうオフィスの中から外を覗ける。覗いたら桜井さん歩いてるんで、桜井さんって分かるわけですよ。でみんなで、いや原さんなんか変装って言ってましたけど、あれ桜井さんじゃないですかって言って、あれバレるよねむしろって言ってたんだけど、そうだったんですね。ハウスダストアレルギーだったんですね、はい。まあでもあの変装っていうのもある意味間違えてはいなくて、変装と直接言ったかどうかちょっと怪しいですけど、バンナムさんとスマブラ4やスマブラ SP を作るという、はいはい、まあその頃はスマブラ4でしたけど、発表だけ先んじて行ったんですよね。2012年か13年とかに。そうだったかもしれないです
でないと、例えば私がバンナムに勤めていて、例えば、昼休みに食堂で一緒にご飯食べてたりするわけですよ、ね。はいはい、そうですね。事情を知らない人がいると、はい、それニュースの種になって、はい、変なところから露出する。あ、確かにそうだ。その結果として、いろんな問題が生じるので、先に作ってるよっていう、バンナムと作ってるよっていう発表だけはしてしまって。で、社内もしてましたからね。はい。はい、それで、社内の中でも公認の事実というようなことにしておいたと。まあ、社内、世間に発表した後なのに、桜井さんが社食で見つかるたびに、今日桜井さんがいましたけど何かあるんですかって言ってる人がいましたけどね、お前は世の中の発表を見てないのかっていう、うん、あのだからといって自分が大っぴらに公的なスペースみたいなものにいていいかっていうとそうではなくて、なるべく知られてないのが一番なんですよね。まあそうですよね。やっぱあの作るもんが作るもんなので、仮にもスバブラなの で、 そうなんですよ、ね、何のキャラクターが出るとか出そうだとか、そういうところっていうのは世界の興味みたいな感じのところがあるから、うん、いやいや、ところっていうかそうなんですけど、自分はなるべくバンナムの中でも忍んでいたいと。共有スペースあんまり使わなかったし。わかります。ただ浮いてるんですよね桜井さんってわかりやすいですよ。わかるんだよな、不思議なことに、はい、いないタイプですもんね、ワンナムのあの建物の中にはね。まあ、かといって俺みたいなばっかりあるわけでもないんだけども桜井さんは目立ってたね、やっぱりね。目立ってたんだ未だにね。だからあれですよ、あの中のイタリアントマトとかももっと積極的に使いたかった。ああ、そうでしょうね、はいはいはい、うん、良かったですもん、ね、その未来研の2階のところにはあのカフェテリアみたいなのがあって、はいはい、結構見晴らしの良いところで、はいはい、ケーキとかいただけたんですよね。そうなんですよ、滝が流れてね。使いたかった。あそこはこう名だたる業界著名人がこういっぱい来てる。すごいいましたね。まあ特にそういうところで第三者的な人がたまたま来社されていて、はい、なんか根掘り葉掘り聞かれるとそれは困っちゃう。そうですよね。そうですよね。まあ、もっともあの仕事中に一服つくほど余裕があったかというとないんですけど。この2文字について、はい、僕ねこれは聞きたかったです。引退、はい、うん、ということが出るということは原田さんは引退を考えてるんですか。いや、あの考えてなかったんですけど、僕、ちょろっと桜井さんに言ったことあるかもしれないですけど、あの、ゲーム作る時間があまりにも長くなってるじゃないですか。その通りですね。はい。昔本当に1年に1本とかできてたんですけど、アーケード時代とかも。はい。なんか、急に5年とか6年平気でかかるようになっちゃったんで。まあ、運営も含めると相当ですよね。はい、そう考えると、作れる本数、あと、寿命で考えてもそうだし、僕は、いわゆるバンダイナムコというところにいる、まあ、言うてもサラリーマンなので、はい、そこにいられる時間って考えたら僕はあんまり関われる作品数って多くても 2本とか3本っていうレベルになっちゃうんで、うん、そうなる可能性ありますね。広くあのある意味そのプロデューサーとして広く手広く関わってるものたくさんあるんですけど、自分がまさにこれ作るっていう意味で言うと、まあプロデューサーならまだしもディレクターなんかは、はい、その作品に最初から最後まで関わるような人は本当に数が少なくなってもしょうがないです、ね、ですよね、はい、で思った時にやばい、これはもう引退ってことを考えなきゃいけない、意識しなきゃいけない、さあ何を最後、まあ、鉄拳もそうですけどそれ以外のどうしてもやりたいことをこれをどうしようかみたいなことが起き始めて、割と進む道を変えたりとか、会社に直談判してちょっと今立場を変えてもらったりとかいろいろやったんですね。それでいくとどうなのかなと思って、桜井さんの時にあのいろいろ考えることがあるのでありましたよね、お話しして良いですか。はいはい、もうぜひぜひ。それを聞いたかった。まず我々の世代って、はい、60代定年説というのが身につきすぎてると思う。そうなんです。染み込んでます。ああ、やっぱりそうですね。そこは一緒ですね、うん、なんで実際例えば自分たちが50歳近いとすると、あと10年で終わりかっていうふうに思いがちだけど、残念ながらその後も生きるし働かなきゃいけないとは思うんですよね、はい、やっぱりそれぞれの人たちの年齢がある程度上がってるし、高年齢化っていうようなこともあるので、はい、多分60歳以降でも世界に貢献できるんだったら貢献するっていうようなことが何の仕事をするにしても考えなければいけないことの一つだと思うんですよね、はいはい、なるほど。その時に自分たちが得意と思えるようなものがまだできて、需要があるのであったならばその仕事についてればいいし、
そうでなくなったらさっさと変わればいいと思ってるんですよね、はい、例えば自分や原田さんは、その他が経験をしたことのない何かというのを今までやってきてるわけで、うん、そういうところに対する需要というのは何らかの形で生じ続けるのではないかとは思います。なるほど。ただその芸というのが、まあ、芸ですよね、うん、何をするのか、まあ、芸ですね、これは、はい、それが世に受けない、うん、誰にも求められないっていうことになったら、その時に考えればいいんじゃないかなとは思っています。なるほど。ただですね、自分は自分でいつ終わりになってもしょうがないとも思ってるんですよ、ね、なるほど。やっぱりゲーム作りってとっても辛いので、やめたいというふうに思うことっていうのはもういっぱいある。だけれど、やめたいと思うことはやっぱあるんですね。あります、あります。それはもうだって今回いただいた質問も少し拝見しましたけれども、どんなゲームを作りたいですかと言われますよね。結構多かったですよね。作りたいゲームないですよっていうふうに答えると身も蓋もないんですけど、ゲーム遊んでるのが一番です皆さん。あ、それは分かる気がしますね、うん、なんか自分で一生懸命作ったとしても、例えば叩かれるであったりとか、うまくいかないであるとか、いろいろな挫折があったりとか、そういうようなことはありえるわけですよね。まあそれにまさに自分の人生作りながら、削りながら作るっていうようなことになりかねないので、やっぱりとても厳しい、ある意味茨の道ではあると。他のところとの競合も気にしなければいけないし、まあ、競争ですからね。しますね。競争で、戦い抜かなければいけないというのはやっぱりしんどい。削れますよね、はい、そういう中で、いつ上がりになってもしょうがないかなとは思うんだけど、とはいえ働けるうちは働いた方がいいというふうにも考えており、そこが、一つのポイントだなと思っています。なるほど。心が折れたらすぐ終わるけれど、はい、そうじゃなくてかつ需要があるんだったらいくらでも続けたらいいと、そういうふうに考えてます。なるほど。俺これも質問の中で結構あったんですけど、それ面白いです。面白いなと思うのは、これ本当面白いなと思うんですよ。桜井さんのその見え方って、僕も桜井さんがおっしゃった通りに見えてるんです。桜井さんが自分のことを今語られた通りに、桜井さんってそう思ってるんだろうなと思って見えてたんですけど、なんとゲームユーザーも割とそういうふうに捉えてる人が多くて、そのプロフェッショナリズムとか、その根底を自分が支えてるもの、折れそうな時に折れないように頑張れてる理由っていうのは何なのかって質問は割と多かったんですよ。それをちょっと聞いてみたいですね。何がそうさせてるんですか。いや、もう単純に仕事は一生懸命やれってことなんじゃないかなと思いますね。何をするにしても。そこですか。例えば何かのゲームを作る時の企画法みたいなものについてもよく質問されますね。はい、されますよね。はい、今回もちょっと似たようなことあったかもしれない。はい、どのようにして、こういうゲームを思いつくんですかっていうタイプのものですよね。はいはいはい、自分の場合は課題があって、その課題をクリアしたいために企画を立てるんですよね。はい、まあ、例えばパズルゲームっていうお題が与えられたとして、はいはい、じゃあ、そのパズルゲームは、落ち物パズルはどのようにしたら面白さが生まれるのかっていうことを分析し、はい、それは何かに置き換えられないのか、はい、みんなブロックが消えるだけじゃダメか、はい、というようなことを考えて打ち上げたら面白いんじゃないかという結論に至り、メテオスができる。なるほど、なるほど、はいはい、メテオスそうですね。なんかそれぞれのジャンルに絞ったっていうようなことがたまたまでしたけど、そういうこともなく、何か目的というか狙いどころがあって、その狙いどころに対して、何ができるかをよく考えるっていうことが大事で、それをずっとずっと丁寧に繰り返した結果として今のゲームができるっていうことだと思うんですよ。クリエイターって何種類か、たくさんいろんな、もうそれぞれ10人といろんなんですけど、割と自分の内側から出てくる、絶対こうしたいんだ、俺はこれをやりたいんだっていうことをやるっていうタイプよりかは、むしろこうオーダーとかニーズっていうのがガッとこう
櫻井さんに与えられた状態からスタートする方が櫻井さんはそのプロ意識を発揮できるってことなんですかね。そう、つまり天才型ではないんですよ。で櫻井さんにそれ言われるとちょっと櫻井さんにそれ言われるとだいぶしんどくなるんだろうな、いろんな人が本当にみんな天才型って、ね、櫻井さん天才だと思ってますけどね。いや、そんなことはなくて、ええ、例えば天才型っていうのは、何かパッションによってボンと出してしまうとか、はあはあはあ、何の理屈でもないんだけれども、とにかく感情でも何でもいいから出したものが、その人のゲームの筋になるであるとか、そういうタイプだと思うんですよね。あ、それが天才なんですかね。まあ、一概には言えないですけど、あれ、なんか天才型、それで言うと逆なのかな、このイメージが世の中で言われてる。原田さん自分でどう思ってるんですか。違う、どう思ってるかというと、俺よくいろんな人に言われるのと、あと自分でもそうだと思うんだけど、うん、俺思いつきのように言ってることを、あ、違う、すごくまともなこと言ってる時は思いつきで、思いつきのように言ってることは前からすぐ思ってたことなんだよね。あ、よく誤解されるんだけど、クリエイターよくそれありますか。なんかでも桜井さんってだってほら Google でね、桜井さんの名前入れると天才って候補が出てくるんですよ。僕なんて死ねって出てきました。最近ちょっと減ったんですよ。最近ちょっと5、6年前の話だけど、ただ死ねっての出てきたらね。この差ですよ本当に。いや、その原田司令を誰がどう検索するんでしょうかね。検索してどうなるのっていう。あ、確かにそうだよな。もうなんだよ。わかんない。なんかそれはない。コメントでね。いや、小野さんはもうもっとすごかったけどね。やっぱり天才型ってフィーリングだと思うんですよね。なんか何も考えないで感覚的に分かっちゃう人。自分はよく考えなきゃいけないと思ってる方だから。いや、違うと思うな。それは失礼で、否定するわけじゃなくて失礼かもしれないですけど、それは櫻井さんの中での構造上はそうなってると思うんですけど、深度、深さでいうとなのか高さなのか分かんないですけど、そう、メジャーの差かな。うん、自分では感じ取ってるとこが浅くて、そこから考察してるっていうけど、まず最初の感じるとこのセンシングが実は他の人より絶対優れてる可能性があるので、人はその時点でそれを天才と呼ぶ可能性があるので、あ、はい、だからそこはちょっと申し訳ないんですけど、違うと否定しておかないと、櫻井さんがそうだって言われると、他の人たちは大変なことになってしまう。本当に誰でもそうですけど、自分以外の人生を味わうってことないので。ないですもんね。だ、僕は隣島葵とは言いませんけど、僕は逆にすごく羨ましがってるので、もうね、結婚式の披露宴に来ていただきましたけど、すごい面々揃ってたじゃないですか。あれ呼びたくなるのも、僕はぶっちゃけ言うと、あそこに呼んでる人たちは僕は割とそれぞれに憧れてる人なんですよ。なるほど、はい、確かにすごい人いますもんね。いいなと思って、そう、なんか生まれつき持ってるものがこういうのがある人っていいな。で、僕はやっぱりその中にいると安心できるじゃないですか。その、なんていうんですか、その、僕も一員になれたみたいな気分になりたいっていう、すっごい稚拙な思いから。実際なってると思うんですけどね。そうなんですか。もう、これだけ有名なタイトルのプロデューサーである以上は。いや、まあ、なんか、そこはそうじゃない、そう、根本的な違いがなんかあると思ってるんですよね。